いただきます。よし、行くか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。ありがとうございます。コースターにようこそ。
マシンが戦いを挑んできたこのコース。今日のレーサーたちはどう攻略するかな。頼んだぜ、俺のゴーレムジュニア。久しぶりにポケサを始めたら再びハマったという挑戦者。あの頃の情熱を胸に上竜くんに今挑む。注目の上竜くんは青レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。まもなくスタートだよ。集中集中。レディースタート。勢いよく飛び出した。このまま最後まで走り切れるかな。安定した走りでコースを駆け抜けていくね。マシンがうなりを上げている。悪くねえだろ。驚異的な速さだ。目で追うのも大変だね。限界で行くぜ。このブーストで勝負を決められるかな。このまま勝つ。みんなのカスタマイズが光ってるよ。いよいよファイナルラップだ。悪くねえな。マシンがうなりを上げて飛び出す。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。このコースは一筋縄ではクリアできない。特徴をよく見てカスタマイズをしようね。行くぜ、俺のゴーレムジュニア。久しぶりにポケサを始めたら再びハマったという挑戦者。あの頃の情熱を胸に上竜くんに今挑む。注目の上竜くんは緑レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。みんな位置につけ。やるか、やるか、やるか。スタート。勢いよく飛び出した。みんなの熱気が伝わってくる。悪くねえな。完走できそう。順調な走りを見せている。なかなかいいじゃん。吹っ飛ばないように要注意だよ。勝負に出た。このブーストで勝負を決められ。勝利への執念で全力に復帰した。2位以下に大きく
が良かったな。そのまま行けよ。足元を救われないようにね。いい調子だ。何が起こるかわからないドラッグのケサーだよ。いよいよファイナルラップだ。行けるぞ。何が起こるかわからないドラッグのケサーだよ。いい勝負だったぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。ありがとうございます。コースターにようこそ。マシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するかな。
このコースの主役はなんといっても急カーブ。気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ。行くぜ、俺のゴーレムジャガー。今回の挑戦者は実力派で知られているよ。上竜くんはどう立ち向かうかな。注目の上竜くんは青レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。みんな位置につけ。出遅れないな。ウルスロットルだ。逆転へのブーストだ。飛び出しそうだ。上竜くんずっと耐え抜きスペース振った。いいねいいね。飛べ。悪くねえな。マシンがうなりを上げている。乗ってるぜ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。いいな。マシンがうなりを上げている。そのまま行けよ。コースアウトには気をつけてね。抜き返したね。レースが終わるまで結果はわからないよ。安定した着地で上竜くん華麗にクリア。乗ってるぜ。ウルスロットルだ。ウルスロットル。このままではコースアウトしてしまうよ。飛び出るかと思われたが試合でコースに舞い戻った。強い。他のマシンが追いつけてない。みんなの熱気が伝わってくるよ。いいカスタマイズだ。このまま最後まで走り切れるかな。乗ってるぜ。レースも後半戦に突入。なかなかやるな。いいねいいね。レースが終わるまで結果はわからないよ。なかなかやるな。そのまま行けよ。コースアウトには気をつけてね。みんなやるな。そのまま最後まで走り切れるかな。悪くねえな。強い。他のマシンが追いつけてない。調子いいな。押せ押せ。みんなのカスタマイズが光ってるよ。順調な走りを見せている。レースが終わるまで結果はわからないよ。悪くねえな。マシンたちがしのぎを削っているね。乗ってるよ。みんなの熱気が伝わってくるよ。みんなやるな。足元を救われないようにね。いよいよファイナルラップだ。そのまま行けよ。そのまま勝つ。飛びすぎ注意だよ。安定した着地で上竜くん華麗にクリア。なかなかそのまま勝つ。いいねいいね。いい勝負だったぞ。おめでとう。もう上竜くんが大会の優勝者です。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。ありがとうございます。コースターにようこそ。
真が戦いを挑んできたこのコース。今日のレーサーたちはどう攻略するかな。コースにそびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ。俺のスーパーデビルキラー。ポケサーに強い自信を見せるライバルたち。対する上流くんの目からは熱い決意のようなものが伝わってくるね。どんな戦いになるのかな。注目の上流くんは黄色レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。最高の走りを期待してるぜ。よーかやるか。スタート。各マシン一斉にスタート。このまま行くで。安定した走りでコースを駆け抜けていくね。やられた。おっと上流くん、おっと上流くん抜き去られてしまった。ウルスロットルだ。走り切れるかな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。悪くねえな。なかなかいいじゃん。このまま最後まで走り切れるかな。もう他のマシンが追いつけてない。レースも後半戦に突入。悪くねえな。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。スピードが鍵だよ。悪くねえな。スピードが落ちている。一度は失速すれば上流くん気合の加工をした。失速している。ここで止まっちゃうの。止まりそうだったけど粘りが全部足直った。上流くん、おっと上流くん抜き去られてしまった。まだ終わらない。安定した走りでコースアップ。失速している。ここで止まっちゃうの。止まりそうだったけど粘りが全部足直った。失速している。ここで止まっちゃうの。一度は失速すれば上流くん気合の加速だ。なかなかよくない。いよいよファイナルラストだ。ここおっと失速している。ここで止まっちゃうの。止まりそうだったけど粘りが全部足直った。あっと失速している。ここで止まっちゃうの。止まりそうだったけど粘りが全部足直った。いまいち。安定した走りでコースを上流くんが4位。感想おめでとう。勝者はご覧の通り。くそ、なんということだ。ありがとうございました。ようこそ。
こと睨んだな。しばらく寝てろ。俺に何か文句あるんか。Thank you.
ドラマチックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。頼んだぜ、俺のスーパーデビルキラー。今回の挑戦者は実力派で知られているよ。上流くんはどう立ち向かうかな。注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。それではレースを開始するぜ。レディースタート。勢いよく飛び出した。このまま最後まで走り切れるかな。マシンがうなりを上げている。早いな。順調な走りを見せている。トップを走り続けている。ラストライズが良かった。レースも後半戦に突入。吹っ飛ばないように要注意だよ。なかなかやるな。足元をすくわれないようにね。全開でいくぜ。これが上流くんのブーストだ。おっと飛び出しそうだ。首位でゴール。俺の勝ちだ。激しい一騎打ちの勝者となったのは上流くん。俺の勝ちだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。ありがとう。コースターにようこそ。ありがとう。コースターにようこそ。このコースは一筋縄ではクリアできない。行くぜ、俺のスーパーデビルキラー。挑戦者の目からはすごい気迫が感じられる。上流くんは打ち勝つことができるかな。注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。それではレースを開始するぜ。レディースタート。レースが終わるまで結果はわからないよ。悪くねえな。何が起こるかわからないのはポケサーだよ。いけるぞ。コースアウトには気をつけてね。フルスロットルだ。フルスロットル。このままではコースアウトってなんということだ。バカだ。上流くんコースアウト。熱いレースようこそ。ドラマチック。行くぜ。ポケサ注目カウントレディー。やるか。スタート。勢いよく飛び出した。マシンが上がりを上げている。レースが終わるまで結果はわからないよ。足元をすくわれないようにね。ラストライズが良かったな。ロープを走り続けている。いい調子だ。レースも後半戦に突入。減速に注意しよう。このまま勝つぜ。足元をすくわれないようにね。カスタマイズが良かったな。いよいよファイナルラップだ。帰り行くぜ。この堂々の一、俺の勝ちだ。白熱した名バトルだったけど、この戦いを
いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース。今日のレーサーたちはこのコースの主役はなん。行くぜ。俺のスーパーデビルキラー、ポケサー博士を夢見て勉強中という挑戦者。クレバーな走りを見せてくれそうだね。注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。最高の走りを期待してるぜ。レディー待てないぞ。スタート。勢いよく飛び出した。安定した走りでコースを駆け抜けているね。足元をすくわれないようにね。安定した走りでコースを駆け抜けているね。止められねえぞ。順調な走りを見せている。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。順調な走りを見せている。ジャンプゾーンが襲いかかる。順調な走りを見せている。トップを走り続けている。安定した走りでコースを駆け抜けているね。さあ差し掛かるは急コーナー。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。カスタマイズが良かったな。何がある。ちょっとご覧ください。行くぜ。逆転へのプレートコース。ジョーリュウ君の気合がマシンに伝わっているよ。なーんと、このままではコースアウトしてしまうよ。ものすごい粘りを見せた。レースも後半戦に突入。安定した走りでコースを駆け抜けているね。早いな。ご覧ください。ここでプーストップ。バカだ。なんとここで恐竜くんが凍った。熱いレースを見ありがとうございます。コースターにようこそ。ドラマチックなこの頼んだぜ。パーツ注目買って。ベリー覚悟はいいな。少し出遅れたかな。安定した走りでコースを駆け抜けていくね。いい流れだぞ。ご覧ください。逆転へのブーストだ。ついに上流くんがトップへ。悪くねえな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。速すぎじゃないかい。マシンがうなりを上げている。止められねえぞ。順調な走りを見せている。悪くねえな。レースが終わるまで結果はわからないよ。どうしたものか。いけるぞ。マシンがうなりを上げている。先頭を走る。まだまだこれから。足元をすくわれないようにね。さあ差し掛かるは急コーナー。このまま勝つぜ。レースが終わるまで結果はわからないよ。まだまだ何が起こるかわからないのがポケサーだよ。いい流れだぞ。レースも後半戦に突入。なかなかやるな。マシンがうなりを上げている。速すぎじゃないかい。何が起こる。ブースの取りだ。このブーストでブースト。体勢が崩れている。大丈夫なの。ギリギリのところでタイムコースト。飛び出しそうだ。これが上流くんの嫌いだ。2位以下に大きく差をつけて突
レースが終わるまで結果はわからないよ。このまま勝つ。順調な走りを見せている。耐えてくれよ。いけるぞ。マシンがうなりを上げている。いい流れだぞ。コースアウトには気をつけてね。足元をすくわれないようにね。いい調子だ。安定した走りでコースを駆け抜けているね。早すぎじゃない。いよいよファイナルラップだ。カスタマイズが良かったな。飛びすぎ注意だよ。安定した着地で上流区華麗にクリア。早いな。どのの一日さすがの強さだね。白熱した名バトルだったけど、いらっしゃいませ。ありがとうございます。このコースは一筋縄ではクリアで、侮ってはいけないのが、行くぜ俺のスーパーデビルキラー。インターネットで得た情報をもとにカスタマイズ。注目の、それではレースレディースタート。少し出遅れたかな。コースアウトには気をつけてね。このまま勝てるかな。前で行くぜ。やっほー。バカだ。なんとここで昇竜くんがコース。熱いレースを見せてくれた二人に心から拍手を送ろう。ありがとう。ありがとうございます。コースターにようこそ。
侮って頼む挑戦中みんなレディーやるかまだは完璧スタート少し出遅れたかなマスターズよマシンたちがしのぎを削っているねいけるぞ順調な走りを見せていくスリスロットリだやっとっとコンキュートもっとゴールにも食らいつらってしまったバカだ上陸にコースアウト俺は勝者はご覧のありがとうございますコースターにようこそマシンこのコース頼んだぜ調整注目さレディー少し出遅れたかな順調な走りを見せているいいねいいね足元をすくわれないようにフルスロットルだ逆転へのブーストだ、うん、押せ押せ上流くんがトップマシンたちがしのぎを削っているねレースが終わるまで結果はわからないよいいねいいね何が起こるかわからないのはポケサーだよマシンがうなりを上げている先頭を走る何が起こるかわからないのはポケサーだよさあ、差し掛かりは急行だここでブースト勝利へ加速だなかなかやるな勝利君の気合がマシンに伝わっているようだよ体勢を崩しつつも華麗な立ち直りを見せたレースも後半戦に突入いい調子だみんなやるな安定した走りでコースを駆け抜けているねそのまま行けよいい調子だみんなのカットマイクが光ってるよ綺麗な着地がポイントだよもっと走れ悪くねえもんいいねいいね安定した走りでコースを駆け抜けているねそのまま行けよ2位以下に大きく差をつけて独走してる待ってるぜマシンたちがしのぎを削っているね止められねえぞいいねいいねマシンがうなりを上げているみんなの熱気が伝わってくるよ何が起こるかわからないのはポケサーだよマシンたちがしのぎを削っているね楽しくなってきたカスタマイズが良かったなみんなの熱気が伝わってくるよいよいよファイナルラップだ悪くねえな飛びすぎ注意だよ安定した着地で上流くん華麗にスリーどのの位置俺の今日の熱いバトルを制ありがとうございましたコースターにようこそレースが終わるまで結果はわからない
よ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。レースも後半戦に突入。このまま最後まで走り切れるかな。マシンがうなりを上げている。いよいよファイナルラップだ。安定した8完走したものの記録は伸びず。ナイストライだよ、長龍くん。惜しくも記録更新ならず。次の挑戦を待ってるぜ。レディー、スタート。速度を取るか安全を取るか、記録を目指し出走だよ。フルスロットルだ。ブーストしよう。最高速で記録を狙っている。安定した走りでコースを駆け抜けているね。なかなかやるな。レースも後半戦に突入。足元を救われないようにね。レースが終わるまで結果はわからないよ。いよいよファイナルラップだ。なかなかやるな。完走したものの記録は伸びず。惜しくも記録更新ならず。次のWe'll be right back.
鍛えていくぜ。虎の子のブーストを使った。このまま最後まで走り切れるかな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。レースも後半戦に突入。吹っ飛ばないように要注意だよ。いよいよファイナルラップだ。記録を更新しました。おめでとう。本当に速度を取るかご覧ください。ブーストしよう。最高速コースと飛び出しそうだ。不屈の精神でコースに戻った。レースが終わるまで結果はわからないよ。早いな。レースも後半戦に突入。安定した走りでコースを駆け抜けているね。なかなかやるな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。いよいよファイナルラップだ。なんとタイムを更新。俺の勝ちだ。記録を更新しました。
やるかスタート。フルスロットルだ。足元を打ち壊れないようにね。安定した走りでコースを駆け抜けているね。いけるぞ。順調な走りを見せている。このまま最後まで走り切れるかな。ジャンプゾーンが襲いかかる。いけるぞ。このまま最後まで走り切れるかな。足元を打ち壊れないようにね。コースアウトには気をつけてね。早いな。このまま最後まで走り切れるかな。レースも後半戦に突入。なかなかやるな。コースアウトには気をつけてね。なかなかやるな。レースが終わるまで結果はわからないよ。安定した着地で上流くん華麗に。足元を打ち壊れないようにね。いけるぞ。さあ差し掛かるは急コーナー。レースが終わるまで結果はわからないよ。足元を打ち壊れないようにね。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。安定してフルスロットルだ。ここでスポーツ飛び出しそうだ。やってしまった。バカだ。船のコースアウト。惜しくも記録更新ならず。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。ドラマチックな侮っていくぜ。ポケサチューアーツレディー。やるか。やるか。スタート。快調な滑り出しだ。そろそろ本気出すか。このまま最後まで走り切れるかな。調子ええな。いい感じ。レースが終わるまで結果はわからないよ。今いそう。上流くん見事な中で余裕の突破だ。上流くんの星もっと引き離しちゃうよ。上流くん着いた。調子ええな。レースが終わるまで結果はわからないよ。調子してきたな。マシンがうなりを上げている。トップは渡さないという気合が伝わるよ。レースも後半戦に突入。対策しないと失速しちゃうよ。上流くんトップの差を明け渡してしまった。さあ首位に戻りきったのは上流くんのマシン。なかなかいいじゃん。レースが終わるまで結果はわからないよ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。いい調子だ。このまま前で頑張れよ。上
よ。いけるぞ、全開でいくぜ。このコースターを無理や。俺の勝ちだ。次はうちが勝つで。本大会の優勝者は、いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。そびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。行くぜ。俺のスーパーデビルキラー。挑戦者のマシンは友達と組み上げた特製カスタム。この友情パワーに上流くんはどう挑む？注目の上流くんは青レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。みんな位置につけ。デビルキラー。タイミングは完璧なはず。少し出遅れたかな。マシンが乱れを当てている。悪くねえな。コースアウトには気をつけてね。本番はここからさ。順調な走りを見せている。押せ押せ。マシンが乱れを当てている。いい調子だ。コースアウトには気をつけてね。現在首位。この順位を守れるか。レースも後半戦に突入。ここからさ。安定した着地で上流くん華麗にクリア。バランスが大事だよ。なかなかやるな。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。早いな。レースが終わるまで結果はわからないよ。いよいよファイナルラップだ。いけるぞ。調子いいな。全開でいくぜ。ここでレッポー。俺の勝ちだ。金かけた。勝者は上流くんだ。俺の勝ちだ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。We'll be right back.
マチックなレースをいつも見せ、侮ってはいけない。行くぜ俺のスーパーデビュー。今回の注目みんな一にレディー、やるか。スタート。少し出遅れたかな。マシンがうなりを上げている。なかなかやるな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。カスタマイズが良かったな。レースが終わるまで結果はわからないよ。いけるぞ。マシンがうなりを上げている。スピードが鍵だよ。いけるぞ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。上流くん見事な中で余裕の突破だ。強い。悪くねえ。他のマシンが追いつけてない。レースも後半戦に突入。早いな。順調な走りを見せている。悪くねえな。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。止められねえ。順調な走りを見せている。カスタマイズが良かったな。いよいよファイナルラップだ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。芝生コーンだ。上流くん見事な中で余裕の突破だ。安定した着地でゴール。激しい一騎打ちの勝者となったな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。コースターにようこそ。
このコースは一筋縄ではクリアできない。特徴をよく見てカスタマイズをしようね。山のように構えているのはスロープセクションだ。下り坂で飛ばされないようにね。行くぜ、俺のスーパーデビルキラー。本日のライバルはポケサーのために滝行までしたという情熱の持ち主。その努力は実を結ぶのか。注目の上流くんは青レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。それではレースを開始するぜ。やるか、よし、やるか。少し出遅れたかな。やるマシンたちがしのぎをくぐっているね。やるじゃんか、いい調子。何が起こるかわからないのがポケサーダイブ。ここで上流くんのマシンが注意を下げる。早いな。飛びすぎ注意だよ。安定した着地でも先行くぜ。上流くんのマシンが追い上げを見せる。やるじゃん。上流くん抜き去られてもなかなかいいじゃん。華麗に追い抜いた。全開で行くぜ。逆転へのブーストだ。勝者はご覧の通り。ありがとうございました。コースターにようこそ。多くのマシンが戦いを挑んできたコースに行くぜ。俺のスー久しぶりにポケサーを始めたら再びハマったという挑戦者。あの頃の情熱を胸に上流くんに今挑む。注目の上流くんは青レーン。対する挑戦者は赤レーンだ。最高の走りを期待してるぜ。やるか。安定した走りでコースを駆け抜けているね。止められねえぞ。安定した走りでコースを駆け抜けているね。なかなかやるな。足元を救われないようにね。レースが終わるまで結果はわからないよ。足元を救われないようにね。いい調子だ。レースが終わるまで結果はわからないよ。先頭を走る。レースも後半戦に突入。飛びすぎ注意だよ。安定した着地で上流くん華麗にクリア。減速に注意しよう。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。このまま勝つぜ。順調な走りを見せている。このまま勝つぜ。ファイナルラップだ。止められねえぞ。コースアウトには気をつけてね。いい勝負だぜ。あいつの走り激しい一騎打ちの勝負。俺の勝ちだ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。よし、開いた。こいつは。いらっしゃいませ。ありがとうご、いらっしゃいませ。ありがとうご、いらっしゃいませ。ありがとうござ、いらっしゃいませ、ああ。会いに来てくれたんですか？嬉しい。やっぱり持つべきものは友だと思うんですよ。ジョールさんは親友っていう感じの人いますか？ネットの向こうにいる。そっか、今はそういう関係もありますよね。インターネットの奥だからこそ真に仲良くなれるみたいな、ありますよね。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers to you。 乾杯。長龍さんは女性を口説くときどういうこと言うの？試しに言ってみて。面白い女だな。あー、それ一番嬉しい。どうしよう、なんかオンリーワンっぽいセリフ一回言われてみたかったんです。長龍さんがもし私と付き合ったら、デートはどこに連れてってくれます？まずは俺の部屋だな。
やっぱりおうちデートが一番ですよね。外にいても疲れちゃうし、家でまったり映画とか一緒に見るのが一番私は好きだな。私ストリーマーとして世界中の人と交流していきたいって思ってるんですよ。でも私のストリームでそんなことができるのか不安で。お前ならきっとできる。やったー、上流さんにそう言われると勇気出る。頑張って絶対人気のストリーマーになってみせますね。頑張ります。この後アフターとかどうですか？ああ、行こうか。やった。じゃあまた後でね。あ、またしちゃいました？ごめんね、上流さん。いや、気にするな。飯まだだろ。寿司でも食いに行くか。やったー、お寿司大好き。 Thank you。 はあ、お腹いっぱいけどお腹ちょっときつい。これはまずいかも。飯食った直後だからな、少しは腹も出るだろう。いや、カロリー取りすぎた。まだ太っちゃう。そう言われてもな。どうするんだ？運動するしかないでしょう。食べたら運動。Simply the best。うちトレーニング動画あるんで、さ、上流さん行きましょう。お着替えできましたよ。一緒に運動しましょう。何言ってんですか。一緒にですよ。運動する前はちゃんとストレッチ一緒にしましょうね。体をちゃんとほぐしてからじゃないと怪我しちゃうかもしれないですからね。さ、しっかりやっていきますよ。1、2、1。ちょっと大丈夫ですか、上流さん。そんなペースで私ならまだまだ早くできちゃうんですけど。ちょっと遅れてません？1、2、1。もっと思いっきりいけちゃいますよ。重いんですからね。うん、おら、上流さんもちゃんとやるんですからね。あとで。もう無理。限界っす。さすが上流さん、まだまだ余裕って感じっすね。あ、上流さん、よかったらシャワー一緒に浴びません？いらっしゃいませ。ああ。
いらっしゃいませ。すごく会いたかったです。今日の上流さん、なんかちょっと違いますね。もしかして前に私がおすすめしたあれ続けてくれてるんですか？お酒と一緒に水を飲むってやつな。そうですそうです。お酒を飲む前後にお水を飲むことで全然次の日の残り方が違うんです。続けてくれてて嬉しい。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。ほんまにめっちゃ嬉しい、ありがとう。乾杯。はい、おしぼりどうぞ。じっとして何見てるんですか？セクシーな唇だ。セクシーですか？上流さん、私のことそういう風に見てくれてるんだ。私お酒飲んでも全然顔に出ないから、しょっちゅう飲みすぎちゃって。いつもどれくらい飲んでると思いますか？シャンパン2本くらいだろ。よくわかりましたね。2本飲めれば多分強い方だと思うんですけど、お客様がおろしてくれたお酒だったらつい飲んじゃうんですよね。長龍さん、美容サロン経営のために必要な資格の勉強を始めたんです。おかげさまで大切な一歩を踏み出すことができました。おめでとう。祝杯をあげようか。もう詳しくは聞かないんですね。上流さんにはいつもついつい乗せられちゃいます。いや、何でもないです。上流さん、この後予定空いてますか？よかったらアフター行きませんか？ぜひご一緒しよう。嬉しい、ありがとうございます。楽しみ。じゃあまた後でね。ごめんなさい、お待たせしちゃいましたか？いや、大して待ってないさ。それじゃあ行くか。素敵なお店、ちょうどお腹空いてたんですよ。好きなものを頼んでいいぞ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。それはよかったな。ねえ上流さん、上流さんって写真撮影得意ですか？ん？写真撮影？まあそれなりにできると思うが。じゃあちょっと撮ってほしい写真があるんですけど、いいですか？ああ、別に構わない。じゃあ行きましょう。ねえ、この衣装似合ってるかな？実はずっと前からこの衣装着てみたくて。上流さんだからお願いしちゃった。
なんだか恥ずかしいね。こんなポーズ上流さんでしか見せられないよ。もっと秘密の写真撮りたくないですか？上流さんがよかったらいいですよ。上流、待っとったで。あんたの体が空いとったら、こっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと。いやわざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね。わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな。な、どうやらマジで言ってるみてえだな。あんな、せやね。いや、
あのね、気に。
どれにするん？あのね、せやね。
あんな？お客様。よろしくお願いいたします。はい。よろしいでしょうか。いえ。はい。どうするかな。受けてるか？似合うか？どうかな？感じか。Let's runway。決まったな。いけてるか？どうかな？コーディネート完了だ。どうするかな？いけてるか？似合うか？コーディネート完了だ。お客様。ええ、またお越しください。いらっしゃいませ。
ありがとう。上流様。いや。はい。上流様。ああ。はい。上流様。おおきに。あのね。ん？あんな。せやね。少々よろしいでしょうか。ええ。はい。ほんまに？いえ。兄貴。兄貴。いや。いえ。ん？はい。せやね。ええ。はい。せやな。よろしくお願いします。はい。ジャリュー！ん？ありがとうございます。はい。
ええ。せやな。よろしくお願いします。はい。ああ、上流。その通りです。よし、行くか。ありがとうございました。ああ。いらっしゃいませ。ありがとう。おい。え？いや。ねえ。ああ、お。おい。ありがとうな。ありがとうございます。上流。ああ、上流様。ああ、ええ。せやね。上流様。ああ。
上流様。はい。ああ、お願いします。あんな、うん、せやね。あのね、はあ、せやな。あんな、はあ、あのね、ああ、俺に何か文句あるんか。上流。おう。
何？ああ。どうしてる？特に問題ありません。おとなしいものですよ。分かった。俺もそっちに向かう。上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんなアジトか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。するのもここにいるんだな。ええ、あちらの取り調べ室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出せたか？いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかし、いつ大阪に？あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは？主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花輪さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは？大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。
緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ、花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し、一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴野、その弟分獅子堂、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる？何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人、渡瀬勝も加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすれば、ペナルティーを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね？桐生さん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな、上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです、残念ながら。あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか？ジョーリー、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には近江連合がうようよしてんだ。やっちまったな、上流。何やってる、鶴野。行け。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！あいつらに手出しはさせねえ。
なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて、恨みますよ桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は、もしもし、どちら様でしょうか。もしもし、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。分かった花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐに分かるでしょう。私もこんなことしたくないんです。
桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。うん。